私は渡来優、34歳。その日は父と共に商店街へ母の日のプレゼントを買いに来ていた。仕事ではキリッとしているが、母や私には優しい父と、いつも朗らかで温かい母。そんな二人が私の自慢の両親であり、憧れる夫婦像であった。小さな幸せを噛みしめながら商店街を歩く私には、この後起きることなどを想像もつかなかった。父と親子水入らずの時間を楽しみながら、母に喜んでもらえるプレゼントを探して回る。なんかピンとくるものがないね。おお、次はここの角を曲がったインテリア雑貨のお店に向かうか。そうだね、行ってみよう。と話しながら十字路を右に曲がろうとした瞬間、前方から歩いてくる人が見え、とっさに肩を反らして避ける。おっと、体はなんとか避けられたが、私は自分が持っていたバッグにまで気がいかなかった。その結果、トンという衝撃が自分に伝わる。あ、すいません。すいませんじゃねえよ。ぶつかっといてよ。謝れば済むと思ってんじゃねえぞ。おい。謝罪は受け入れられず、代わりに柄の悪い言葉を浴びせられる。ふと視線を相手の服装に移せば、いかにも高そうな黒いスーツを着こなし、ブランド物の黒のロングコートに、ツヤのある黒の革靴を着た男性がこちらを見ていた。ぶっ飛ばされてえのか？いえ、そんな、すみません。すみませんじゃねえんだよ。わざとじゃないんです。凄んでくる男性に対し、なぜか父は分かりやすい演技で頭を下げていた。なぜだろうと不思議に思いつつも、私も一緒に頭を下げて謝罪する。すみません。ちぇ、てめえからぶつかってきたんだろ？もっとちゃんと謝れよ。はい、申し訳ありません。頭を下げたまま、父をちらりと見るが、ことを荒立てたくはないようで、私と目が合うと、父は小さく首を横に振っていた。なるほどね。脅されたふりをして、様子を見ようって魂胆か。父の思惑を読み取り、私も父に続いて怯えたふりをする。申し訳ございません。私の不注意です。二人でわざと下手に出てみれば、相手の男性はより大きな態度で威圧してきた。俺が誰だか分かってやってんのか？あ？いえ、申し訳ありませんが、存じ上げません。わざとらしく肩を縮こまらせて怯えたように返答する。すると相手の男性は得意げに自己紹介を始めたのだった。俺はな、秋原組の人間なんだよ。知ってるよな、組の名前くらい。あんたらみたいな頭の悪い親子でもこの辺じゃ有名だもんな。なら、その組の人間に逆らったらどうなるか、わかるよな。そんな、あの、秋原組の方だなんて。もちろん存じ上げておりますとも。そんな方とはつゆ知らず、誠に申し訳ございませんでした。二人で、あからさまなリアクションをする。それに気をよくしたのか、秋原組のものだというその人物は、さらに大きな態度をとってくる。この俺に逆らおうだなんて思ってないよな。それはもう逆らうだなんて。そうだよな。あんたらも俺たちみたいなのに目はつけられたくねえよな。そう問いかけられ、父はコクコクとうなずく。それを見た男は下品な笑みを浮かべ、途端に腕をかばうような動作を始める。ああ、さっきぶつけられたところが痛えな。折れたかもしれねえ。こりゃ、医者に行かないといけないな。ああ、痛え。と腕をさする男。それが明らかに嘘の骨折だとわかる。だが、父の横顔をちらりと見るが、演技を続けているようで、
わかりやすく驚いた顔をしていた。まだ様子見ってことね、と納得し、私も演技の謝罪をする。そんな、大変申し訳ございません。申し訳ございません。はいはい、謝るだけかよ。俺は気球で折れたんだぞ。なおも腕をかばう仕草をする男。では、どうすれば。怯えながら、伺いを立てると、彼の表情は一変し、片側の口角をニーッと上げて笑っていた。そうだな。まあ、俺は優しいから、金払えば許してやるよ。お金ですか？そりゃそうだろう。こんな怪我させておいて。それで、はい、さようなら、なんて言わねえよな。ですが。あ？払えねえなんて言わねえだろ。謝罪すんなら、誠意を見せてもらわねえと、俺は納得しねえな。金が払えねえなら、俺は組の人間を呼んじまうかもしれねえぞ。そんな。男が今まで以上に鋭い目つきでこちらを見てきたため、慌てて声が出たように振る舞う。いくらなら払える？あ？いくらと言われましても。おいおい、まさか金も払わずに逃げる気か？男は私たちに詰め寄り、真実とは思えない骨折で金を要求してくる。かき集めても50万がやっとです。男の圧に負け、やっと口を開いたように振る舞うと。ああ？ふざけてんのかてめえ。たったの50万だと？そんなちっぽけな金で俺が許すとでも思ってんのか？ああ？そんなんで足りると思ってんのかって聞いてんだよ。おい。父の胸ぐらを掴んで、眉間にシワを寄せて、ぐっと睨みつけてきた。苦しい。その行動はさすがにまずいと思い、父を見るも、まだ手を出すな、そう訴えかけるような目で、父はこちらを見ていた。わかったよ、とうなずき、演技を再開する。お父さん。慌てたように叫び、私は腕をそちらに伸ばす。すると、うるせえな、こっちが優しくしてやってんのによ。お前らみたいなのは、素直に言うこと聞いて、さっさと金払えばいいんだよ。父を揺さぶりながら圧をかけ、だんだんと態度や声が大きくなる男性。おいおっさん、俺は秋原組の若頭、秋原誠なんだよ。秋原組、若頭だと宣言した人物に、ぐらぐらと揺らされながら、胸ぐらをつかまれて、息が苦しいような演技をする父。俺に盾ついたら、組員全員引っ張って、てめえの家に殴り込みに行くぞ。それだけは。怯えつつも、家には来ないように懇願するふりをして、誠の腕にすがりつく。すると、ようやく父の胸ぐらから手を離し、ちらりとこちらを見てきた。女は引っ込んでろよ。そう言って、ぐっと肩を横に押される。それを見た父がとっさに、娘には手を出さないでください。だが、それも気に入らなかったようで、今度は父を睨みつける。ああ？俺に指図すんのか？おい。いえ、密相もございません。今からてめえの家に行って、金目のもん全部持っていくぞ。それだけはご勘弁ください。だったら俺の言うこと聞けるよな。やはり、その誠という人は、父が提示した50万では、到底納得していなかったようで、父にさらなる横暴な要求を突きつけてきた。おい、ジジイ、今ここで俺に土下座しろ。え？家にも来てほしくない。娘に手を出すなって言うなら、そんくらいはできるよな。てめえがそのスカスカの頭を下げりゃいい話なんだ。簡単だろ。ほら、さっさとやれよ。それには私も怒りがこみ上げたが、父が目で手を出すなと訴えてきたため、なんとか耐える。わかりました。そして父は、
人も多い商店街の道端で膝をつき、頭を地面につける。申し訳ございませんでした。その異様な光景に、商店街の人たちも、騒然とし、こちらを見ている。うちは貧乏で金は払えません。どうか、これでご勘弁願えませんか？やめて。お父さんがそんなことする必要ないのに。その姿に私は泣きそうになり、涙がこみ上げてくる。ち、初めからそうやって言うこと聞いてりゃいいのによ。すみません。けれども彼はそれだけでは飽き足らず、私を寝踏みするような、下品な目で見てきた。まあ、でも、金がねえなら作ればいいだろう。は？それはどういう。私と父が混乱する中、誠は私に向かって歩いてくる。そして、私の顎をぐっと持ち上げ、目線を無理やり合わせてきたのだ。お待ちください。娘には手を出さないでください。お約束では。ああ、だから俺が直接は出さねえよ。代わりに、他の汚えおっさんどもが手を出すだろうけどな。ほら、約束は守ってんだろ？手の出し方はいろいろあるもんな。おい、アマ、家族か自分か選べ。どういうことでしょうか？てめえが犠牲になるか、家族を犠牲にするか、どっちかだ。それは、答えを告げようと口を開いたその時、父が声を張り上げた。やめろ！そんなことを言わなくていい。何も答えるな。その必死な父の姿を見て、私の目からは涙が流れる。お父さん。うっせえな。そうだな。あんたなら。父の願いも虚しく、誠は何かを考えているようで。300万で許すぜ。無理なら娘に体を売って払わせる。秋原組、怖いだろ？と言って、ニヤニヤとこちらを見てきた。すると父が大爆笑。三家なら俺の面、見覚えねえか？と今までの態度を一変。父はすっと立ち上がって、私の顎を掴んでいた彼の腕を掴み、私を解放してくれた。そして父は、ハンカチを胸元から取り出し、私に渡してくれたので、ありがたく受け取る。ユウ、これで拭きなさい。ありがとう。その父に腕をつかまれた誠は、大声で笑われたことで、顔を赤くして怒り始めた。んだと、クソジジイ。俺が誰だか分かってんだろうな。今すぐ組の奴ら呼んでもいいんだぞ。父は身なりを正し、先ほどとは打って変わって、凛とした佇まいで男を見つめる。ああ、望むところだと思う。次の瞬間、ずらずらと父の後ろに集まるスーツ姿の屈強かつ肩着ではなさそうな雰囲気の男性たち。それを見た彼は、ポカンとした顔で小さく言葉を漏らす。は？随分と滑稽だな、その表情は。どういうことだよ。意味わかんねえ。何、すぐにわかるさ。そんな中、いかにもできる男という人が父のそばに寄り、後ろから声をかける。遅くなり、申し訳ありません。準備が整いました。その言葉に父も右手を軽く上げて返答する。おう、悪いな。近寄ってきた男性との会話を終え、未だに放心状態の誠に近づく父。そのまっすぐと自分を見つめる目に恐れをなしたのか声を荒げる。あ、はい。なんだよ、お前ら。なんだとは、随分と舐めた口を聞くな、坊主。は？坊主だと？仮にもこっちの人間なら、この名前くらい知ってんだろう。そう告げて、名刺を胸元から取り出し、男に差し出す。父が手にしているその名刺には。渡来組、組長？そんな。そう、渡来組組長。渡来智弘と記載されていた。何を隠そう、父の名である。
つまり私は組長の娘ということになる。渡来組って、秋原組の。そうだ、お前さんとこの親の組にあたる。この意味がわかるか？でも、なんで、そんな風には。混乱し、独り言をブツブツと言う。今日はもともとここに来る予定だった。まあ、それ以外にも用はあったが、それで部下たちには、迎えを頼んでいたが、君と揉めることが目に見えていたからな。少し早めて、いつもより人を呼べと指示をしたまでだ。誠は一度は驚きはしたが、信じる様子はなく、声を張り上げて反論する。そんな都合よくここにいるはずがねえ。どうせでっち上げだ。俺はそんな嘘信じねえ。あんたは組長なんかじゃねえんだろ。その様子に父は一つため息をこぼし、ここにいる経緯を話し始めた。今日ここに来る予定だったのは、娘と妻へのプレゼントを買うためだ。は？プレゼント？ああ、そしてもう一つ、用があったのは、お前さんだよ、秋原誠。え？父のその言葉に、目を見開いて驚く。そんな誠を気にも留めず、父は話し始める。昔からひいきにしてた店の店主から、最近良くない噂を聞いてな。俺が目を光らせるこの商店街で、よく出会い頭に、カツアゲをする奴がいるってな。嘘だ。そんなことする奴は今までいなかったもんだからよ。どこの誰が俺の領分でそんな真似してんのか確かめねえと思ったわけさ。そんでそいつには地と級を据えねえとなんねえと思ってな。ちょいと一般人を装ってれば、まんまと本性を出したな。父が淡々と告げると、みるみる顔を青くさせるが。わざわざ組長がそんな手間のかかることなんてしねえ。俺は騙されねえからな。とおどおどしながらも言葉を返す。組長がこんな場所に来ねえよ。組長なんて肩書きは関係ねえ。お前さんが勝手に踏み込んで怪我していい場所じゃねえんだよ。ここは俺にとって大事な場所だ。それを荒らす奴がいるなら、俺が閉めようと思った。ただそれだけだ。そう言って、父はこの場所に対する思いを語り始めた。ここはな、俺と妻が初めて二人で訪れた場所なんだ。まだまだ若造だった頃にここに来たんだよ。世の中のはみ出し者だった俺は、あの頃随分と荒れててな。周りも俺には近寄ろうとはしなかった。俺もそれでいいと思ってた。俺以外のやつなんてどうでもいいと言いながらやさぐれてた。そんな不愛想で無鉄砲な俺に気さくに話しかけてくれたのが彼女だった。優しくて温かい彼女に惚れて初めて二人で来た場所だ。だから俺にとってここはかけがえのない思い出の場所だ。そんなの初めて聞いた。そう話さないさ。恥ずかしいだろ？ふわりと微笑んだ父はとても優しい顔をしていた。そして私も初めて聞く二人の馴れ初めに少し胸が温かくなった。だからなんだよ。お前さんがここを荒らそうとするなら俺は容赦しねえぞ。うるせえ。そうして父が男に睨みを聞かせていると、今度は私が用意した切り札が登場した。商店街の入り口からこちらに複数名で歩いてくる足音が聞こえてくる。そろそろかな。え？何がだよ。ちょうどその時、男の後ろにずらりとこちらも同様に一般人ではない人たちが並ぶ。私はそちらに手を向け、未だに虚勢を張る彼に静かに告げる。後ろ見た方がいいのでは。え？何だってんだよ。めんどくさそうに首を回した誠は、中心の人物を見る、すると。兄貴。心底驚いた声色で声を上げた。彼にそう呼ばれた人は、私たちの正面で立ち止まる。私に一度視線を向けた後、父に頭を下げた。
ご無沙汰しております、親父さん。おお、どうだ調子は。相変わらずといったところです。親父さんもご健勝そうで何よりです。ああ、それにしてもお前さんが来るとはな。ええ、まあ、相変わらず耳が早えな。いえ、俺なんてまだまだです。などと、どこか砕けた雰囲気で会話を続ける二人。それを見て誠はようやく、父が本当の渡来組組長だと信用し始めたらしい。なんで兄貴が？今日は特に忙しいんじゃなかったのかよ。ああ、そうだな。それなりに予定は詰まってたかもな。途端に焦り始め、兄に対し質問をぶつけていた。じゃあ、なんで今ここにいるんだよ。俺は兄貴にここに来ることなんて言ってねえだろ。だらだらと汗をかきながら問いかけてくる男に対し、兄貴と呼ばれた男性は言葉を返す。俺はある人に連絡をもらったんだ。うちの組の若頭に脅されてるってな。そう言われて、わたわたと慌て始める若頭。は？誰にだよ。意味がわかんねえよ。教えろよ、兄貴。焦りつつある彼に、私は真実を告げる。私が彼に連絡したの。あ？なんでお前みたいなアマが、兄貴に連絡できるんだよ。あ、兄貴、嘘だよな。こいつのことなんか知らねえだろ。私が秋原組組長の連絡先を知っているだなんて思ってもいないようで、事実を認識しようと、誠は自身の兄に詰め寄っていた。その姿はさながら、嘘だと言ってほしいというように私には見えていた。だが、その問いに、秋原組組長が返答することはなく、おい、兄貴、なんか言えよ。なあ、兄貴。なるほどな。私が父と秋原組組長に一度ずつ視線を向けると、何か納得したようにぼそりとつぶやいた。なんだよ、おっさん。なあ、ゆう、俺に言うことあるんだろ。はい。父は誠の言葉をスルーし、私に語りかけてきた。改めて言われると緊張してしまうが、意を決して私の、いや、私たちの秋原組組長との関係を明かすべく口を開いた。お父さん、私そこにいる秋原司さんとお付き合いしています。その事実を告げても、分かっていた様子の父は一切取り乱さずにこちらを見ていた。そうか。反対に若頭の彼は何一つ知らず、感づいてすらいなかったようで、口をあんぐりと開けて驚いていた。は？どういうことだよ。俺、そんなの聞いてねえぞ。そんな弟の反応に一瞬目をやったが、すぐに父に視線を移す。そして、彼氏である秋原司が言葉を続ける。俺たちは、2年前の春に、親父さんが開いた合同慰労会で初めて会いました。その時は渡来組組長の娘と秋原組組長というだけで、彼女のことも親父さんの娘さんという認識でした。でもある日、彼女と話す機会があったんです。そこで彼女の家族を思う気持ちと、誰にでも分け隔てない優しさに触れました。今思えば、あの日あの時、俺に笑いかけてくれたあの瞬間から彼女に惚れていたんだと思います。そんな風に思ってくれてたんだ。私に対する思いや愛を父に語ってくれる彼の言葉が何より嬉しい。それから俺の方からアプローチをかけました。最初は彼女も秋原組の組長だから、話しかけても無下にしないでくれていたんだと思っていました。でもそんなことなかった。彼女はこんな俺にも皆と変わらずに接してくれました。二人で何度か会うたびに、ますます彼女を大切だと思うようになっていきました。その思いやりに、温かさに、そして何より彼女の笑顔に、俺は心から惹かれていきました。そんな時、俺から彼女へ思いを告げたところ、彼女も同じように
俺を思ってくれていたと話してくれました。そうして俺たちは付き合い始めたんです。そうか、やはり君だったか。その言葉に私が今度は驚く番になる。え？いや何、優がある時からより周りに優しくなったり物思いにふけることもあったからな。そうじゃないかとは思っていたんだよ。やっぱりお父さんには隠し事はできないな。お気づきでしたか。大事な娘のことだからな。すみません、隠すような真似をして。いや、それも優を思ってなんだろ。わかっているさ。ありがとうございます、親父さん。司が父へ改めて頭を下げ感謝を述べると、優しい笑みを浮かべてくれた。そんな様子をじっと見ていた誠は震えながら何か思い出したように言葉を発する。なあ兄貴、もしかしてその人が、兄貴が言ってた紹介したい人なのか。ああ、彼女だ。マジかよ。誠は驚き頭を抱え込んでしまうが、その質問に対しても司は端的に答えた。ああ、それより誠、お前こちらの方が誰かわかってるのか。え？俺はもともとお前がしでかしたことで呼ばれてるんだが。すると今まで忘れていたかのようにはっとして父に向き直る男。すみませんでした。俺、お二人がようやくトライ組の組長さんとその娘さんだって理解しました。俺は頭は悪いし異性ばっかりで何もできねえっすけど、でもお二人には本当に頭下げても足りないようなことしました。秋原組の組員として若頭としてけじめつけさせてください。もちろん今後一切こんなこともしません。ここがどれだけ親父さんの大事な場所だと分かりました。俺は秋原組の人間としてとんだ恥をさらしていたと実感しました。許してくれだなんて言いません。でもどうか兄貴や秋原組とは今後ともお付き合いいただきたいです。俺はどうなったって構いません。こんな俺を弟だと言って大事にしてくれる優しい兄で憧れの人です。兄は俺と違って人望もあって頭もいいんです。なのでどうか俺の首一つでご勘弁願えませんか。泣きながら今度は誠が土下座をして父と私に懇願してきた。それをただただ険しい顔で見ている父、弟が土下座をして謝罪する姿を見た司は、自身も弟に続き父に謝罪をし始めた。親父さん、俺からも謝罪させてください。誠に申し訳ございませんでした。これはすべて俺の監督不行き届きです。俺の教育不足によるものです。俺に責任があります。こんな奴でも、俺にとってはたった一人の弟です。不出来で容量も悪くて、抜けてるところもありますが、それでも俺の可愛い弟に変わりありません。こいつには今までたくさん迷惑もかけられました。でもそれ以上に助けられもしました。もし弟に何か罰を与えるのでしたら、俺も同罪です。俺も甘んじてそれを受けます。親父さんにご迷惑をおかけしたこと、優に嫌な思いをさせてしまったこと、詫びても詫び足りないくらいですが、どうしても俺は弟を見捨てることなんてできません。ですので、俺も一緒に罰を受けます。本当に申し訳ございませんでした。兄弟揃って土下座をするその姿に、父はじっと見つめていた。数秒彼らを見つめた後、ふっと笑って。二人とも顔を上げなさい。私は君たちに何かする気はない。人は誰しも間違う、そういうもんだ。だが次はその力の使い方を間違うなよ。でも俺は。戸惑う誠の言葉に重ねて父が話し始めた。俺も昔は随分と派手にやらかしていてな。
お前さんはなんだか昔の自分を見ているようなんだ。組のために何かしたい。でもできることなんて限られてる。その苛立ちと悔しさで周りに迷惑ばかりかけるようなことを散々してきた。だから君たちもこれから少しずつ学んでいきなさい。だが組長の若頭という自覚は決して忘れないことだ。そのアドバイスに泣きながら何度もうなずく誠。もちろんです。ありがとう、ありがとうございます。俺もっと組のために兄貴のためになれるように努力します。これからはちゃんと若頭として何ができるか考えて行動します。本当にありがとうございます。俺からも礼を言わせてください。誠にありがとうございます。親父さん、このご恩もお言葉も一生忘れません。そうして改めて頭を下げる司に父はゆっくりと近づく。そして司の腕に手を添えて、司くん、はい、娘を、ユをよろしく頼む。親父さん。お父さん。今度は私に近づき、私の頬に流れた雫を優しく拭ってくれる。じゃあお父さんは帰るから、ユは司くんたちと一緒にいなさい。わかった。ありがとうお父さん。ああ。そうして父は部下を引き連れて帰っていった。ユウさん、本当に申し訳ございません。うん、もういいよ。でも父も許したし、私もあれくらいで動じてちゃ組長の娘は務まらないもの。ありがとうございます。ありがとうユウ。こちらこそありがとう、つかさ。そして私たちは、和やかな空気のまま、改めてお互いを知るために、三人で食事に行くことになった。あれから数ヶ月後、話はトントン拍子で進み、つかさと結婚。私は、渡来組組長の娘から、秋原組組長の妻になった。両親は結婚し、家を出るとなった時は、少し寂しそうにしていた。けれども二人とも新しい門出を祝福してくれた。そして義弟になった誠からは、改めてあの日の食事の席で改心したことを告げられ、根は真面目な人柄だと分かり一安心した。ほら、体冷やさないようにしなよ。趣ある日本家屋の縁側に立って外を眺める私の背に手を添えて、部屋に入るように促す司。ええ、もう私だけの体じゃないものね。もうすぐ会えるのね。ああ、今から楽しみだな。あなたのこと、みんな待っているのよ。そう言って、だいぶ膨らんだお腹に手を当てる。すると、返事をするようにお腹がポコポコと動いた。あら、お返事してくれたの？愛しているわ。あなたは私の、私たちの宝物よ。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は星谷沙織、26歳。キャビンアテンダントとして働き出して4年目。ある程度のトラブルは経験済みで、なんとか一人でも対応できるようになってきた頃、機内が騒然とするとんでもない出来事に遭遇するとは思いもしていなかった。その日、私は国内線の乗務に当たっていた。フライト時間は約1時間45分。今日もさまざまなお客様が登場することになっている。すると、すみません。僕が予約した席を他の人に取られているみたいなんですが。細身の若い男性が若干怯えた様子で私にそう伝えてきたのだ。自分でもその方に声をかけたのですが、ここは自分の席だ、他に行けと聞かなくて。何とかしてもらえませんか？
そうでしたか。それは大変申し訳ございませんでした。すぐにお席にご案内いたします。そしてそのお客様と一緒に問題の席へと確認に向かうと、そこに我が物顔で座っていたのは30代半ばの大柄な男性。そのお客様は座席の間にあるアームレストを上げ、席を2人分横取り。さらには座席上の手荷物棚に置くべき荷物をこれ見よがしに席に置いていた。おくつろぎのところ失礼いたします。お客様、こちらの通路側の座席は別のお客様の席となっております。大変申し訳ございませんが、他のお客様が席につけるようアームレストを元に戻していただけますでしょうか。お荷物は私が座席上の手荷物棚に置かせていただきますので、ご配慮お願いいたします。私は以前にも同じようなお客様を対応したことがある。その時は2席を予約したと勘違いしていただけだったため、丁寧にお声掛けをするとすぐにお客様は席を空けてくれたが、今回はそう一筋縄ではいかないお客様だったのだ。あ、今の言葉俺に言ってんの？はい、さようでございます。こちらの通路側の座席は他のお客様に予約いただいた席になっておりまして。だからなんだって言うんだよ。はい、それとこれと俺に何の関係があるんだって聞いてんだよ。ですからこちらの席は他のお客様が。お前さ、俺の体型見えてないわけ？どう見たって一人分の席じゃ座れないだろうが。だから空いてた隣の席をくっつけて一人で座ってたってわけ。なんか文句でもあるの？いえ、文句ではなくてですね。まさか体格のいい客は飛行機に乗るなとか言ってるの？そんなことは。っていうか、こんな狭い席なら最初に言っておけよ。それはそっちの落ち度なんじゃねえな。だから俺が隣の席も使わざるを得なくなったんだ。こいつが席に座れないのは俺のせいじゃなくてお前のせいだろ。大柄と言っても普通に座れば一人分の席に座れる体格。それを体格のせいで二人分の席を使わざるを得ないというのは随分理不尽な言い分だ。そしてさらにその男性は。ああ、そこのガキ、さっきも俺にのけって言ったよな。一体何様のつもりだ？あ、いえ、その、そもそもそんな若さで一人で飛行機に乗って旅行だなんていいご身分だな。両親金持ちか何か？それは別にあなたに関係ないじゃないですか。あ、俺に指図するわけ？男のくせに情けないやつだな。そんなに席に座りたいならそこら辺の隙間にでも挟まってろ。お前みたいなひょろがきはそれで十分だ。それにお前20代だろ？俺は40代だ。目下のやつは目上に席を譲るのが常識ってもんだろ。お前常識もないのか？一体どんな親に育てられたのか、親の顔が見てみたいわ。そう言って席を奪われた男性を嘲笑った。その光景を目の前に、さすがにこのまま黙って見ていられるわけがない。こちらの席はこのお客様が料金をお支払いいただき予約した席でございます。お客様が2席分の料金をお支払いになっているならともかく、別のお客様が料金をお支払いになっている席を使用したいというのはできかねます。どうかご了承くださいませ。ここはもう俺の席だって言ってんだよ。こいつが金を払ってようがそんなの俺には全く関係ない。先に座ったもん勝ちだろ。ですからお客様。ったく、
さっきからうるせえんだよ。ぐじぐじ細かいことはいつまでも言うな。女のくせに男の話に首を挟むな。一体何様のつもりなんだよ。客は神様だぞ、神様。神様がこの席を使いたいって言ってるんだから、言う通りにしろ。お前らなんてな、俺たち利用客がいなければ飯を食えないんだぞ。わかってるのか？はい、重々承知しております。ですので、私は客室乗務員として、すべてのお客様が気持ちよく空の旅ができるよう、お手伝いをさせていただいております。お客様も、他のお客様たちが気持ちよく利用できるよう、ご協力をお願いいたします。すると男性は、ぎろっと私の方を睨みつけ、こう言い出した。ああ、そうかよ。ご立派なことだ。だけどそんな言葉で従うのは一般人だけだろうな。俺はただの一般人じゃない。岩の組、お前でも聞いたことあるだろ。俺はそこのヤクザなんだよ。そんな俺に意見するだなんて命知らずにも程がある。離陸した飛行機の中から放り出してやってもいいんだぞ。なんと彼は自分はヤクザだ。そんなヤクザの自分に指図したら痛い目に遭わせると私を脅迫してきたのだ。岩の組？ああ、そうだよ。この国で知らない人間はいない。でかい組だ。その組のヤクザなんだよ、俺は。しかも組長は、そんな俺を組の中で一番信頼してる。組長の右腕だと噂の若頭よりもな。若頭よりも。だから俺にこんな仕打ちをしたと知ったら、組長は一体なんて言うだろうな。組長に目をつけられた奴らは今まで何人もいるが、無事に家に戻れた人はほとんどいない。さあ、どうする？そんな俺に席をのけと言い続けるのか？それは、なんだよ。ヤクザと知った途端、おじげついたのか？何が、お客様全員が気持ちよく空の旅ができるように、だよ。俺は全く気持ちよく空の旅ができそうもないんだが。そうだ。どうしてもこの席に座りたいって言うなら、俺に迷惑をかけたお詫びに誠意を見せろ。誠意ですか？と言いますと？それぐらいわかるだろ。金だよ、金。金を払ってくれれば譲ってやらないこともない。支払いはお前でも、そこの評論書きでも、どっちでもいい。俺をこの席から逃したいなら誠意を見せろ。なんとヤクザだと脅迫するだけでは飽き足らず、席を譲ってもらいたければ金を払えと恐喝までしてくる始末。そもそもこの席はお客様が事前にお金を支払って予約した席。彼にお金を支払い譲ってもらう必要なんてない。私たちからお客様にお金を支払うことはできかねます。それはこちらのお客様も同様です。ですから、説明しても説明しても同じことの繰り返し。すると向こうも諦めようとしない私にしびれを切らしたのか。はあ、やっぱり一般人のお前じゃ話にならないな。俺はもうヤクザ以外の人間と話すつもりはない。次話しかけてきても無視するからな。俺と話したければヤクザの人間でも呼んでこい。まあ無理だと思うけどな。そう言い放ち、彼は腕組みをしたまま目を閉じた。何を言っても席を立つつもりはないのだろう。しかし、私にはある考えがあった。そしてこの後の私の行動で、このお客様はとんでもない恐怖を味わうことになる。
そうですか、わかりました。では、この中に岩の組の方はいらっしゃいますか？何言ってんだお前。いるわけないだろ。岩の組のヤクザは、この機内では俺一人で。諦めてさっさと仕事に戻れ。すると、私の声に機内にいた全員が手を挙げたのだ。その迫力に男は驚愕。なんだよこれ、一体どういう。このお客様がヤクザ以外の人間とは話せないとおっしゃっているんですが、どなたかお話ししていただけますでしょうか。お前何を。そうか、ちょうどよかった。面白い話が聞こえていたから、いつ話しかけようかと悩んでいたところだったんだ。いや、その、汚ねえ声が聞こえてきちゃ昼寝もできませんからね、若頭。さっさと話を聞いて、静かにしてもらいましょうか。若頭？俺も。これから約2時間暇だし、話し相手になってやるよ、おっさん。みるみるうちに、彼の席の周りにはヤクザ集団がわらわらと集まってきた。その光景に男は真っ青な顔をして縮こまっていた。で、何をギャーギャーわめいてるんだ？あれ、ヤクザとしか話さないんじゃなかったの？俺らヤクザだから楽しくおしゃべりしようや。っていうかさっきから聞いてたけど、あんた岩の組のヤクザなんだって？こいつのこと知ってるやついるか？いや、知らないですね。こんなアホそうな顔したヤクザ、うちじゃなくても見たことないですよ。そうだよな。若頭の俺が知らないんだから、お前らが知るわけがない。じゃあなんでお前は気安く岩の組のヤクザを名乗ってるんだ？ああ？それは。なんでこんなところにヤクザが。お前は知ってて声をかけたのか？この反応からすると、やはり彼はヤクザではないようだ。そしてそんな彼はあまりの恐怖に一般人である私に声をかけてきたのだ。私は一般人ですが、話をしてもよろしいでしょうか？言われてやんの、ダサすぎ。私がなぜ彼らがこの機内に知っているかというと、機内で搭乗前に私がご案内させていただいたからです。実は今から約30分ほど前、出発時刻に遅刻しかけているヤクザ集団を対応したのだ。一体搭乗口はどこなんだ？空港がこんなに広いだなんて知らなかった。あっちもこっちも人だらけで、どこに行ったらいいのか。もう時間がやばいっす。遅刻したら俺ら全員海の底に沈むことになりますよ。うるさい、黙ってろ。分かってる、そんなこと。ああもう、どうしたら。お客様、お手伝いさせていただきましょうか。救世主。俺ら遅刻したら終わりなんです、お姉さん。助けてください。おい、みっともない声出すな。だってこの飛行機に乗りたいんだが、搭乗口が見当たらなくて。ああ、こちらの飛行機ですね。かしこまりました。私もこの飛行機に同乗いたします。まだ時間はありますので、落ち着いて私についてきてくださいね。ああ。彼らにはそう言ったが、正直かなりギリギリだった。だけどキャビンアテンダントとして困っている彼らを遅刻させるわけにはいかない。そして無事に全員目的の飛行機に搭乗。お疲れ様です。到着いたしました。あとはご自身の予約されたお席に移動してください。はあ、マジで助かった。組長の娘の結婚式に遅れるなんて絶対に許されないっすからね。岩の組のメンツが潰れるところでしたよ。おい、
あ、いや、今のはちょっと、もうごまかそうとしても遅い。実はそういうことなんだ。はあ。俺たちは岩の組のヤクザ。今日は組長の娘の結婚式に参列するため、組員を引き連れて飛行機に乗る予定だったんだ。だけど空港内で迷っちまって。そうだったんですか。でもヤクザだからって機内で他の客に迷惑をかけることはしない。そこだけは安心してくれ。あんたのおかげで助かったよ。これで予定通り結婚式に参列することができる。本当にありがとう。そう言って若頭と組員たちは私に深々と頭を下げた。いやいや、頭を上げてください。お客様を機内まで案内するのも私たちの仕事ですから、当然のことをしたまでですよ。間に合って本当に良かったです。お礼と言ってはなんだが、もし万が一機内で何かあったらすぐに呼んでくれ。そうそう、例えば酔っ払って暴れ出すおっさんとか、理不尽な文句をつけるおばさんとか、俺らが対応するんで遠慮なく言ってください。可愛くて優しいキャビンアテンダントのお姉さんの頼みなら何でもやりますよ。調子に乗るな。ありがとうございます。もしそういうことがあったらお声をかけさせていただきますね。そう私は彼らに伝えたが、私が彼らを呼ぶことはないと思っていた。そういうことだよ、おっさん。聞きたいことは聞けたか？あれな、すぐに助けてやれなくて。いえ、そんなこと。こいつがわめく声は聞こえてたんだ。だけど何も言われてないのに俺たちが出て行ったら余計に迷惑をかけるだろう。だから声をかけられるのを待ってたんだよ。でももう遠慮することはなさそうだからな。お前がなぜうちの組の人間を名乗ってるのか詳しく聞かせてもらおうじゃねえか。それは。完全に追い詰められた彼、ここで言い逃れをすることは当然できず、ぽつりぽつりと訳を話し出した。岩の組だって言ったのは嘘だよ。ヤクザですらない。じゃあなんでヤクザだなんて言い出したんだ。ヤクザって言えばみんなが俺の言うことを聞いてくれる、便利だったんだよ。ヤクザを名乗ることは終わってな、こいつ。特に誰もが知ってる岩の組の名前を出せばみんな怯えて震え出す。どんな理不尽なことでも言うことを聞く魔法の言葉だったんだ。今までもこんなことばかりしていたのか。何度うちの組の名前を使ったんだ。あ、数回です。数回数えるほどしか。嘘をつくな。今本当のことを言わなければ後悔することになるぞ。わかりません。何回名前を使ったか覚えてません。覚えてないほど使ったのか。てめえ、よくもふざけた真似を。おい、やめろ。機内で騒ぐな。すいません。そんな中、飛行機が離陸すると案内があった。そのためこのまま彼らを席に着かずにいさせるわけにはいかない。お客様方、当機は間もなく離陸いたします。お席についてシートベルトをお締めください。すると、そんな私の言葉に彼が慌ててこう言い出したのだ。ちょっと待ってくれ。俺は降りる。はい？用事を思い出したんだよ。だから降ろしてくれ。なんか迷惑をかけたみたいで申し訳ないが、俺はこれで失礼させていただくから。ヤクザ集団とこれから1時間45分降りられない空の旅。そこから抜け出したいと降りると言い出したのだろう。だがこんな離陸直前に降りられるわけがない。お客様、それは。ああ、いい。あとは俺たちで何とかしておくから、あんたは仕事に戻ってくれ。は？降りる？俺たちと一緒にいるのが嫌だって言うのか？いいじゃん、いいじゃん。
一緒に空の旅を楽しもうぜ。到着するまでたっぷりある。さっきの話の続きをしようじゃないか。ですよね、若頭。若頭も聞きたい話があるんじゃないですか。ああ、そうだな。ゆっくり聞かせてもらおうか。お前の話を。それでは、大変お待たせいたしました、お客様。あちらのお席は使用できなくなってしまったため、別の席をご用意いたします。では、こちらへどうぞ。ありがとうございます。ちょっと待て。おい、スチュワーデス。俺のことを無視するな。俺もお客様だぞ。見捨てるつもりか。スチュワーデスだっていつの時代だよ。今はキャビンアテンダントって言うんだよ、おっさん。なんでもいいから助けてくれ。当然彼が飛行機から降りることはなく、そのまま離陸。彼にとって1時間45分の空の旅はまるで地獄のようだったに違いない。なぜなら彼の隣の席には若頭が座り、前も後ろもヤクザに囲まれていたのだから。その証拠に彼は真っ青な顔をしておとなしく席についていた。そして飛行機は目的地に到着。彼はこれでやっと解放されると、そう思っただろう。しかし彼の悲劇はこれで終わりではなかった。おいおっさん、どこ行くんだよ。組員の一人が飛行機から降りようとしていた彼の肩を掴んでそう言った。どこって、目的地に着いたので飛行機を降りようかと。俺たち、まだお前に用事があるんだよ。勝手にうろちょろするな。用事って。とりあえずここじゃ邪魔になる。話は飛行機から降りてからだ。ご搭乗ありがとうございました。世話になったな。ああ、こちらこそありがとうございました。そちらのお客様は随分顔色が悪いみたいですが。助けて。こいつは俺たちが責任持って連れていくから、あんたは何も気にしなくていい。そうですか。お前も迷惑をかけたんだ。きちんと謝罪しろ。ご迷惑をかけて、申し訳ありませんでした。いえ、またのご搭乗をお待ちしております。じゃあお姉さん、またどこかで。何から何までお世話になりました。そう言って彼らはあの男性を連れて飛行機を降りていった。それから彼らがどこへ行ったか、それは。お前、この後の予定は？こいつに予定なんてあるわけないじゃないすか。ないです。じゃあ俺らと一緒に来い。会わせたい人がいるんだ。会わせたい人。さっき話をしただろ。俺たちが飛行機に乗ったのは組長の娘さんの結婚式に参列するためだ。まさか会わせたい人って。そのまさかだよ。だっておっさんも岩の組なんでしょ。だからそれは嘘だって。嘘？そんな話聞いてないな。この結婚式は岩の組全員強制参加だ。一度でも岩の組を名乗ったのなら、お前も岩の組なら当然参加するべきだろう。言っておくが、お前に拒否権なんてものはないからな。大丈夫だって。うちの組長は優しいから。まあ優しいのは機嫌がいい時だけだけどな。それって。なんだっていい。とにかく結婚式に急ぐぞ。はい。そうして彼は強制的に組長の娘さんの結婚式に参列することになったらしい。おお、お前ら、やっと来たか。待ちくたびれたぞ。結婚式場に到着し、彼らを出迎えたのは岩の組の組長。体格がよく、
顔つきもそこら辺のチンピラとは迫力が違う。すいません、少しトラブルがあって。まあいい、早く中に。誰だそいつ、見ない顔だが誰かの連れか。それにしても結婚式だっていうのに私服で来るだなんて、一体どういうつもりだ。組長、実はこいつのことでお話ししたいことがありまして。なんだ、何があった。実は。そして若頭や組員たちは飛行機内で会ったことを組長に報告。というわけなんです。なんだと。岩の組の名を勝手に使って好き勝手やっていただと。はい。それはもうすごかったんですから。俺は岩の組のヤクザだ、ヤクザ以外とは話はしないって大暴れ。キャビンアテンダントのお姉さんも席を取られた人も困り果ててかわいそうでしたよ。なるほどな。で、わざわざ俺のところに連れてきたと。はい。組の名前を使って好き勝手している以上、組長の判断なしにそのまま逃がすわけにはいかないと思ったので。そうか、それはご苦労だった。で、お前名前は。はい、オーガッタと申します。オーガッタ、お前いつから岩の組の一員になった。俺は岩の組に新しい組員を入れたつもりはないんだが。すいませんでした。何を謝ってる、オーガッタ。俺は謝れと言ったんじゃない。いつから組の一員になったのかって聞いてるんだよ。いつからと言われても。名前をお借りしていたのは半年くらい前だと思います。はい。半年も前からお前は俺の知らないところで岩の組だったのか。そうか、そうか。そう言って不敵な笑みを浮かべる組長。そして組長が彼に伝えたのは。尾形、それなら今日一日お前も岩の組の一員になれ。あ、本気ですか組長。ああ本気だ。ほらあれだ、体験入部みたいなもんだ。ヤクザを気軽に名乗ったこいつに本物のヤクザがどういうものか教えてやれ。組長がそうおっしゃるなら。まあ細かいことはさておき、今日は俺の可愛い一人娘の結婚式だ。暗い雰囲気は一旦ここに捨てて、まずは娘の晴れ姿を祝ってやってくれ。おい、誰か式場のスタッフに行ってこいつの礼服を貸し出してもらえ。こんなみっともねえ格好で結婚式に参列されたら、せっかくの式が台無しだ。あとは頼んだからな。はい、かしこまりました。なんと男は組長の一言で一日限定で岩の組の組員になることになってしまったらしい。その後彼は組員たちに連れられ礼服に着替え、言われた通りに結婚式へ参列することになったんだとか。しかしそれは小学生が職場体験をするような可愛いものではなく。おい、まさかご祝儀もなしに参列するわけじゃないよな。え、この結婚式が誰の結婚式か上がってんのが。組長の娘の結婚式だ。組長の娘。誰がタダで参列させてやるって言ったんだよ。え、あ、でもご祝儀袋なんて持ってませんし、お金だってこれから使う金額しか財布に入って。俺は別に全財産を出せとは言ってない。お前の誠意を見せろと言ってるんだよ。組長の娘の結婚を祝う気持ちがあるなら、その気持ちを金額に表せ。は、はい。そう言われ、彼が受付に差し出したのは、財布に入っている全財産。他の組員たちが分厚いご祝儀袋を出しているのを見て、空気を読んだのだろう。なんだ、これから使う金だったんじゃないのか。さっきも伝えたが、
俺は全額出せなんて一言も言ってないからな。全額を出したのはお前自身だぞ。後でわーわーわめくなよ。そして彼にとって地獄の結婚式がスタート。周りを見渡せば花嫁の身内は全員ヤクザ。体格に自信がある彼よりももっと体が大きく見た目がいかつい人物ばかりだ。さらに新郎側もヤクザではないものの、そっちの世界に近い人物が参加していたらしい。そんな中で彼はきっと息を潜め空気になろうとしていたことだろう。しかしそんなことが許されるわけがない。彼は一日岩の尾組の組員体験中だ。おいお前、なんか面白いことやれや。は、はい。今日は俺たち組員にとっても大事な一日。とんでもなくめでたい日なんだ。そんな日に辛気臭い顔で椅子にぼーっと座られていたら迷惑なんだよ。でも見せられるようなものは何も。お前みたいなやつにも何かしらできることはあるだろ。これは一番下っ端の仕事でもあるんだ。今日一日岩の尾組の組員になったお前が今一番の下っ端だから、文句言ってないでさっさと何か見せろ。なら腹踊りでもやったろ。腹踊りですか。機内でもキャビンアテンダントさんに随分高圧的な言い方で言っていただろ。一人分の席じゃ俺の体は収まらないって。そのでかい体がそんなに自慢ならここで披露してみろよ。いやでも結婚式で腹踊りはちょっと。おい、さっきも言ったよな、お前に拒否権なんてないんだよ。俺らがやれって言ったらやれ。早くしろ、さっさと動け。はい。そうして彼は強制的に全員の前で腹踊りを披露することになったらしい。結果は大盛り上がり。マジでやってる。冗談を真に受けちゃうタイプなんすかね。お前が書いてやった腹の顔、めちゃくちゃいい味出てるじゃねえか。あざーす。全員が彼の腹踊りに大爆笑。きっと今も彼のお腹には彼らに油性ペンで描かれた顔の絵がうっすら残っているだろう。そして数時間にも及ぶ結婚式は終了。やっとこれで解放される。しかしやっと解放されるとほっとしたのもつかの間、彼のもとに組長と若頭が近づいてきてこう言い放ったのだ。どうだ、岩の組の組員を体験してみて。あ、いや、いい体験になりました。は、いい体験だとよ。調子に乗ってんじゃねえぞ。今日が組長の娘さんの結婚式でよかったな。うちの組を名乗ってこれで済まされるなんてそうないことだ。これに懲りたら二度とうちの組のヤクザを名乗るな。それはうちの組じゃなくても同じことだ。一般人がむやみやたらにヤクザを名乗っていたらいつか本当に痛い目に遭う。ヤクザを名乗って人を動かそうなんざ二度と考えるな。お前の顔と名前は俺たち岩の尾組の組員全員が一生覚えてることを忘れな。もし今度お前が同じようなことをしていたら、その時はこんなことじゃ済まされないからな。それと次飛行機に乗ったらもう一度あのキャビンアテンダントさんに謝罪しておけ。分かったらさっさと消えろ。はい、ありがとうございました。そう言って彼は走って逃げていったそうだ。きっと人生で一番の恐怖を味わったであろう彼はもう二度とヤクザを名乗ることはしないだろう。そしてなぜそんなことをただのキャビンアテンダントである私が知っているのか。それは、でもまさか帰りの飛行機まで一緒だったとは。偶然ってのも案外そこら中で起きてるのかもしれないな。もともと私は現地で数日宿泊してこの飛行機で戻る予定だったんです。
そしたら見覚えのある方々が登場してきたのでびっくりしましたよ。なんと結婚式を終え帰宅する彼らが乗ったのは私が乗務していた飛行機と同じだったからだ。そして前回と違うところがもう一つ。うちの者が迷惑をかけたという話を聞いた。遅刻しそうになったところを助けてくれたとか。こいつは仕事的には優秀なんだが、どうも方向感覚だけは鈍いらしい。方向音痴にも程があるだろう、まったく。すいません。娘さんの結婚式が終わり、帰宅するため、組員たちと共に組長も登場していたのだ。でもお嬢さんが助けてくれたおかげで、娘の結婚式は大成功だ。ほら、その時の写真がこれだよ。そう言って私にスマホを差し出してくれた組長。わあ、素敵な結婚式ですね。娘さんも純白のウェディングドレスを着てすごく綺麗です。そうだろう、俺の自慢の娘なんだ。だけどお嬢さんに見てもらいたいのはそこじゃない。え、ほらここ、一番端っこにいる男に見覚えはないか。一番端っこ、あ、そこに映っていたのは行きの飛行機で席を横取りしたあの男性。写真撮影にも強制的に参加させられていたのだろう。真っ青な顔をして引きつり笑いをしていた。うちの組の人間を気安く名乗るなんて命知らずなやつだ。今回は娘の結婚式だってことで多めに見てやったけどな。次はない。もしまた何かあれば岩の組に連絡してくれ。俺たち岩の組はもらった恩は必ず返す。ありがとうございます。まあ何もないことに越したことはないがな。しかし結局彼らとはこれっきり。私が彼らを呼ぶことになることも彼らと再会することもなかった。しかし今回の話は間違いなく私のケビンアテンダント人生一番の思い出になったことは言うまでもない。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。俺の名前は佐々木優也。今日は仕事終わりに仕事仲間と飲みに行っていた。変わり映えのないメンツと酒をそこそこ楽しんだ後、その場で解散した。飲み会からの帰り道、チンピラ二人にぶつかられた。おい、お前どこに目つけてんだよ。ぶつかられた挙句、急に怒鳴られた俺は驚いてチンピラの方を見た。すると怒っている口調とは異なり、ニヤニヤと笑う顔が視界に入ってきた。言いがかりだと感づいた俺はニヤニヤしているチンピラ二人に声をかける。ぶつかったのは俺じゃなくてお前らだろう。俺がそう言うと相変わらずニヤニヤしているチンピラ二人が口を開く。ずいぶん威勢がいいお兄さんだね。俺たちがぶつかったって言うけど、それはお兄さん目線だろう。俺たちは普通に歩いてただけなのに、お兄さんがぶつかってきたんじゃねえか。それなのに謝罪もなしに言いがかりつけてきて、その態度か。しっかり頭下げて謝ってもらわないとな。そう言いながらチンピラ二人はお互いに顔を見合わせてにやついている。そんな二人の態度にイライラして、俺はもう一度言い返す。普通にまっすぐ歩いてた俺に急にぶつかってきたのがお前らだよな。言いがかりつけてんじゃねえよ。俺がそう言うと少し面倒くさそうにため息をついて、チンピラの一人が口を開く。お兄さんだるい性格してんね。俺たちが何望んでるかわかんねえの。チンピラの回りくどい言い方に面倒くささを感じた俺は
冷たく言葉を返す。お前らの望みなんて知らねえわ。俺がそう言うと、チンピラたちはニヤニヤした顔から少し苛立った表情に変わる。そして小さく舌打ちをして、俺の方を睨みながら口を開く。お前頭悪いんだな。仕事できないタイプだろ。察しが悪いお兄さんに教えてやるよ。こういう時はな、金を出すんだよ。そう言いながら、またもや顔を見合わせてニヤニヤするチンピラ二人。この、群れたら強くなるって感じがダサいんだよな。顔を見合わせてニヤニヤ楽しそうにしているチンピラ二人を見て、そんなことを考えていた。俺が返事をしないからか、チンピラが今度は俺の顔を覗き込みながら口を開く。おい、聞いてんの？虫かよ。もしかして怖がってる？チンピラに小馬鹿にされている口調で言われて、俺はため息をついて口を開く。はあ、めんどくせえな。なんで金出さねえといけないんだよ。俺がそう言うと、チンピラはなおもしつこくお金を要求してくる。ああ、ぶつかってきたんだから当たり前だろ。申し訳ないって気持ちないの？性格終わってるじゃねえか。そう言って、馬鹿にしたように鼻で笑うチンピラたち。仕事仲間と飲んで、程よくいい気持ちになっている時に絡まれて、俺はうんざりしていた。だから、ぶつかってねえって言ってんだろ。ぶつかったから金払わねえといけないなら、お前らが俺に金払わないとだろ。俺がそう言うと、眉間にシワを寄せて、俺を見てくるチンピラたち。そして、苛立った様子で、俺に言葉を吐く。舐めてんじゃねえぞ！痛い目に遭いたいのか？俺たちがいつまでも優しいと思うなよ！そう言いながら、貧乏ゆすりをして、怒りをあらわにしているチンピラたちに、俺はやはり面倒くささを感じたため、相手にしないことにした。これ以上、ほろ酔いの気持ちよさを損ないたくなかったため、返事をせずに、その場から去ろうと、足を動かした。しかし、やはりこのまま返してくれるわけもないようで、声をかけられた。この状況で帰ろうとしてんの？お前マジで舐めてんな。2対1で勝てると思うなよ。その態度を改めるなら考え直してやるけど、その舐めた態度を続けるなら、ただじゃ済まないと思えよ。このままでは、このめんどくさい状況がいつまで経っても終わらないと思い、チンピラの方に向き直って言葉を返す。態度を改めるって、例えばどんな態度をすればいいの？俺がそう言うと、チンピラたちは少し考える素振りを見せてから口を開く。そうだな。やっぱり誠心誠意謝ってほしいな。土下座はかわいそうだからなってなったら、やっぱりお金だよな。一番誠意が伝わるのは金出してくれることかな。チンピラはそう言いながら、俺の方を見てニヤニヤしている。どうしても金が欲しいらしいチンピラたちに、俺は心底呆れながら言葉を返す。そんなに金が欲しいのか？金が欲しいから俺にぶつかってきたってことか？そんな脱線を真似して金稼ごうとせずに、自分たちで働いて稼げよ。俺の正論すぎる言葉を聞いたチンピラたちは、俺を見下したような表情で言葉を吐く。なあ、悪いこともできないいい子ちゃんのお兄さんの言葉には重みがあるね。でも別に、俺たちはちゃんと稼いでるしな。ちょっとお小遣い欲しいだけだから。世の中は弱肉強食だからね。俺たちもそれに倣って
弱いやつからお金もらってるだけ。俺たちが遊ぶ金早くくれよ。ぶつかってきたんだし早く金出して。そんな意味不明なことをニヤニヤしながら口にするチンピラたちは相当頭が悪いらしい。相手にするのも面倒くさかった俺は淡々と言葉を返した。お前たちにあげる金なんてねえよ、関わりたくもねえわ。俺がそう言うとチンピラたちはイライラした様子で声は荒げ始める。そういう面倒くせえ返しいいから、ノリ悪すぎだろお前。お前がそんな態度でいるなら力ずくで金出させるぞ。少し痛い目に遭ってみるか。お前が金払いたくなるくらいな。そう言いながら俺の方に近づいてくるチンピラたち、なかなか金を出そうとしない俺にしびれを切らしている様子が伝わってくる。俺が何も言葉を返さないでいるとさらにイライラした様子で俺に詰め寄ってくる。おい、返事しろよこら。これ以上イライラさせんじゃねえよ。病院送りになりたくなかったらさっさと金出せこら。そう言って俺の目の前まで顔を近づけてきて精一杯の威嚇をしてくるチンピラたち。返事をしろと言われた俺はチンピラたちの望み通り返事をする。病院送りになんてならねえから金出さねえよ。てかさっきから金金うるせえな。金のために脅しかけるとか献血の高校生か。ま、弱い犬ほどよく吠えるって言うからな。チンピラたちは思っていた通りの返事じゃなかった俺の言葉にしかめっ面をしてわざとらしいくらい大きなため息をつく。お兄さんも頑固だね。俺たちが本当に殴らないと思ってんのかな。俺たちのことは煽ってどうなるか想像できないの。なら本気で痛い目に遭わせるぞ。なるべく穏便に金出させてあげようとしてたのにそれを無下にするなんてな。最後のチャンスだ。病院送りになりたくなかったらさっさと金出せ。チンピラたちの言葉に俺は鼻で笑って言葉を返す。今のうちに救急車を2台呼んでおけよ。俺がそう言うと怪訝な顔をしたチンピラ2人は顔を見合わせて鼻で笑う。強がるのも大概にしておけよ。お前に俺らを病院送りになんてできねえからな。そう言いながら俺をバカにしているようにわざとらしく笑うチンピラ2人、そして笑い足りたらしいチンピラ2人は俺に向かって声をかける。そうだな、救急車は1台で十分だぜ。もちろんお前の分な。確実に1台は必要だから呼んでやろうか。そう言って俺をあざけるチンピラ2人に俺は言葉を返す。何時間稼ぎしてんの、さっさとしてくんない。それとも脅しは慣れてるけど実際に殴る度胸はありませんでしたとか。俺がそう言って少し笑うと顔を赤くしたチンピラたちが俺の方に近づいてきた。お前どうしても痛い目に遭いたいみたいだな。そんなに痛い目に遭いたいなら合わせてやるよ。そう言いながら俺に殴りかかってくるチンピラの一人、喧嘩をふっかけてきた割に喧嘩慣れしてなさそうな大ぶりな動きだったため容易にかわすことができた。そのままバランスを崩して倒れるチンピラ。かわされて倒れたことが相当恥ずかしかったのか顔を赤くして悔しそうな顔をする。すると今度はもう一人のチンピラも大ぶりな動きで殴りかかってきた。もうこれ以上は時間の無駄だと思った俺は先ほどと同じように避けた。俺が殴り返すとやり返されると思ってなかったらしいチンピラ二人は
驚いた表情をする。やり返されたことで少しひるんだのか、なかなか殴りかかってこない。そんなチンピラ二人に俺は声をかける。もう話は終わりか、帰っていい。俺がそう言うと、チンピラ二人は俺を睨みながら声を上げる。たまたま一発やり返せたからって調子づくんじゃねえよ。絶対許さねえから、後で病院で後悔しても遅えぞ。そう言いながら、先ほどと同様に殴りかかってくるチンピラたち。一人ずつだと分が悪いと思ったのか、今度は二人がかりで殴りかかってきた。どのくらいの強さなのか確認したくなった俺は、避けずに殴られることにした。避けずに殴られた俺を見て、嬉しそうな顔をするチンピラたち。そして得意げに笑みを浮かべながら、ここぞとばかりに俺を煽る。おいおい、どうした？さっきまであんなに格好をつけてたのに。やっぱり避けれたのはたまたまだったのかな？さすがに二人でかかってこられたら反応できないよな。しょうがないしょうがない。そう言って心底楽しそうにはしゃぐチンピラたち。調子づいたチンピラたちは小馬鹿にした口調でさらに言葉を続ける。で、殴られちゃったお兄さんはやっと金を払う気になったかな？それとも怖くなって動けなくなっちゃったかな？こんなに怖がらせてかわいそうだったかな？ごめんね。そう口にしながらクスクスと笑って顔を見合わせ、俺をバカにするチンピラたち。さすがに調子に乗りすぎている二人を見て、俺も言葉を返した。お前らこそ、一発俺のことを殴れただけで、ずいぶんはしゃいじゃって。かわいいな。もしかして、今まで一回も喧嘩で勝てたことねえとか？まあ、それだったら、そのはしゃぎ方も納得だけど、客観的に見たらダサいし、やめな。俺の言葉に、またもや顔を赤くして怒るチンピラたち。すぐに表情がコロコロ変わるあたり、ずいぶん単純な奴らなんだな。ま、殴り方も真ん前から大振りで来る単純な攻撃しかできねえみたいだしな。そんなことをぼーっと考えていると、バカにされて怒りをあらわにしているチンピラたちが、俺に向かって声を荒げて怒鳴る。ああ、俺らに殴られたくせに強がってんじゃねえよ。それが弱い犬ほどよく吠えるってやつか。自分のこと俺たちに自己紹介してくれてただけじゃねえか。お前こそダセえな。そう言って怒りながらも引きつった笑いを浮かべるチンピラたち。さすがに相当イライラしているようで、先ほどまでの楽しそうな笑みとは違っていた。俺にどれだけ文句を言っても、まだイライラが収まらないようで、さらに煽るチンピラたち。もう後悔しても遅いからな。絶対許さねえよ。お前が俺たちに袋叩きにされて、泣きやめいても知らねえ。楽しみだな。ああ、その後にお前の財布は、しっかりもらっていくわ。煽っていると機嫌が徐々に戻ってきたのか、また二人でニヤニヤしていた。情緒が安定しない奴らだな。そう思いながら時計を確認した。もう絡まれてから30分近く経っており、さすがにうんざりした。俺が時計を確認したことが気に食わなかったのか、チンピラの一人が眉を潜める。こんな状況で時間を確認する余裕なんてあるんだな。俺は全然ビビっていませんアピール、もっとビビらせてやろうか。てか、お前一発殴れたぐらいで自分が強いとでも思ってんの？俺に殴られたことがよほど悔しかったのか、またその話題を持ち出すチンピラ。それ自分たちにも言えることだろ。
一発俺を殴っただけで嬉しそうにしちゃって、俺はお前たちがどんぐらい強いのか確かめたくて殴られてみたんだけど、俺がそう口にするとチンピラ二人はプッと吹き出してケラケラ笑い出した。なんだよその言い訳、お前むちゃくちゃ悔しがってんじゃん。マジでいいねその言い訳、俺も今度使ってみようかな。まあ俺はそんな簡単に殴られたりしないけどな、さっきのはたまたまだし。てかお前人殴ったことなさそうだったからちょっと油断しちゃってたからさ、次は殴れないと思うから、さっき一発だけでも当てれたこと誇りに思いな。さすがに口だけ達者のチンピラたちに対してだんだんイラついてきた俺は、時間の無駄だしさっさと終わらせようと思い口を開く。わかったわかった、じゃあもう一発殴ればいいじゃねえか。そんなタラ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 言葉で攻撃されても痛くも痒くもねえよ。お前らの気持ちはわかったからさっさと終わらせてくんねえ。俺がそう言うとチンピラたちも顔を見合わせて俺の方を見る。まあそうだな、そもそもお前に俺たち二人がやられるわけねえし、宣言通り病院送りにしてやるから楽しみにしとけよ。そう言ったと同時に殴りかかってくるチンピラたち、さっき俺を殴れたことで自信がついたのか、また一人ずつ俺に向かってきた。初めに殴りかかってきたやつをもう一度避けて、今度は本気でやり返した。その光景を見ていたもう一人のチンピラは少しおじけづいた様子だったが、そのまま俺に向かって殴りかかってきたため、一人目と同じようにやり返した。自分たちが殴られたことが信じられないのか呆然とするチンピラたち、しかし少しは喧嘩慣れしているのかすぐに立ち上がって俺を見る。そしてまた俺に向かって殴りかかってくる二人、一人だったらまたやられると思ったのか今度は二人でかかってきた。しかし今度は先ほどとは違い、俺は二度も殴られる気はなかったため避けた。今度は二人で殴りかかっても避けられたことが相当ショックだったようで、悔しそうな顔をして俺の方を見るチンピラたち。すると今度は辺りをキョロキョロと見回すチンピラ、どうやら武器になりそうなものを探しているようだった。しかしそんな都合よく落ちていない。俺がそいつを見ている間にもう一人のチンピラが殴りかかってきた。不意打ちで殴られそうになったが、ギリギリのところで避けることができた。またもや避けられたことでやけになったのか、何度も俺に向かってくるチンピラ。あまりに必死な様子に少し笑ってしまった。するとチンピラたちが俺を睨みながら口を開く。ああ、何笑ってんだよ。余裕ぶってんじゃねえ、舐めてんのか。チンピラの言葉に笑ってしまった俺は、煽りながら返事をする。余裕ぶってるんじゃなくて、余裕なんだよ。袋叩きにするんじゃないの。まだ一発も当たってないけど、こんなんじゃ病院行けねえよ。俺の言葉を聞いたチンピラたちは、さすがに返す言葉がないようで、黙って悔しそうな表情を浮かべて唇を噛んでいる。てか、もう一人のそいつは、武器探してたみたいだけどなかった？全然向かってこないけど、丸腰じゃ無理だと思ったの。諦めるの早すぎ。俺はさらに煽るが、図星をつかれて恥ずかしそうにうつむくチンピラ。目線をキョロキョロとさせて、何やら考えている様子を見せる。すると、チンピラの一人が急にスマホを取り出して連絡を取り始める。今度は何をしようとしてるんだと思いながら、その光景を見ていた。俺がいる場所から少しだけ離れて、スマホを耳に当て、何やら話し出すチンピラ。少し離れているため、話の内容は聞こえないが、俺のことをチラチラ見ているため、おそらく俺のことを誰かに話しているようだった。
この時間は何なんだと思いながらチンピラを見ていると、電話が終わったらしく、ぶつかってきた時と同じニヤニヤした顔でこちらに近づいてきた。そしてチンピラは二人でこそこそ話して、勝ち誇ったような顔で俺を見る。近くにさ、ヤクザの知り合いがいるんだよね。ちょっと喧嘩が強いみたいだけど、ヤクザ相手じゃどうしようもねえだろ。だからここに呼んでやろうかと思って。いいよな？チンピラの言葉を聞いて呆れた俺は、地面に目線を落としながら深くため息をついた。俺の様子を見て勘違いしたらしいチンピラは、少し吹き出して笑いながら言葉を続ける。あれ、どうした？ヤクザって聞いてビビってんのか？どうしてもって言うなら、呼ぶのやめてあげてもいいぜ。その代わり、土下座しながら謝罪して、金もちゃんと置いていけよ。さっきまで俺に勝てなくて悔しそうな顔をしていたのに、ヤクザの知り合いを匂わせて気を大きくしているチンピラを見ていると、さっきまで俺を殴りもできなかったこともあり、やはり相当ダサく見えてしまう。ヤクザを呼ばれても全然気にならないため、得意げに俺を煽るチンピラに淡々と返事をする。別に呼びたいなら誰でも呼んだらいい。お前ら弱いもんな。好きにしろよ。俺がビビると思っていたらしいが、呼んでいいと言われたチンピラたちは顔をしかめて面白くなさそうな顔をする。そして舌打ちをして口を開く。そうかよ、後悔しても知らねえからな。まあ、もう呼んでるからすぐに来ると思うぜ。そう言ってニヤニヤと楽しそうにしているチンピラたち。その言葉さっきも聞いた気がするんだけど、殴れもしてなかったけど。俺がそう言葉を返していると、遠くの方から男たちのガヤガヤした声が聞こえてきた。声のする方を見ると、見覚えのある男たちが3人、俺たちの方に近寄ってくるのが見えた。近づいてくる男たちを見て、チンピラ2人は嬉しそうな顔をしている。手を振ろうとしているようで、チンピラの1人が手を上に上げようとしていた。しかし男たちが声をかけたのはチンピラではなく俺の方だった。馬鹿頭、さっきぶりですね。まだ帰ってなかったんですね。どうしたんですか？さっきはごちそうさまでした。美味しいお酒を飲ませていただいて。懐っこく俺にそういう男たちを見て、俺は笑いながら言葉を返す。なんだよ、そんなにかしこまって気持ち悪いよ。俺の言葉を聞いて楽しそうに口々に言葉をかけてくる男たち。いや、まだ酔いが冷めてなくて、すごい楽しかったからお酒進んじゃいました。若頭のおごりだったから気にせず飲めましたしね。ごちそうさまでした。そう言っていたずらっ子のような笑みを浮かべる男たち。せっかくのほろ酔い気分を台無しにされてイラついていた俺は、こいつらに少し癒された。すると俺たちが話しているのを見ていたチンピラたちが青い顔をして口を開く。みんなこのお兄さんと知り合いなの？てか、若頭って。俺がヤクザだと理解したらしいチンピラたちは、お互いに顔を見合わせて顔を青くさせた。事の顛末を知らない俺の部下たちは、ハテナマークを浮かべた顔で俺とチンピラたちを交互に見ていた。どうやらこの状況が理解できていないらしい。でもチンピラたち、さっき電話で俺のことを話してたんだよな。部下たちがチンピラたちにどういう話を聞いてここに来たのかわからなかった俺は、キャタンとした顔をしている部下たちに問いかける。お前ら、あのチンピラに電話で何か言われたから来たんだろ。なんて聞いてきたんだ？なんか生意気な男がいるから
ちょっと脅しに来てって言われたんですよ。別に断る理由もなかったから来たんですけど、もしかして若頭のことだったんですか？そう面白そうに笑いながら、俺に聞いてくる部下たち。酔ってるからか、いつもより緊張感がない様子の部下たちに、俺は答える。そうなんだよ。こいつらに言いがかりつけられた挙句に、殴られそうになってさ。俺がそう言うと、さっきまで笑いながら話していた部下たちが、険しい顔をする。そして、視線をチンピラたちの方に向け、睨みながら口を開く。はあ、お前ら、俺たちの若頭に言いがかりつけて、手出そうとしたのか。そう言って、怒りをあらわにする部下たちに、チンピラ二人はひるんでいる様子だった。自分たちの味方だと思っていた部下たちが、俺の方についてることに焦りを感じたようで、慌てて口を開いて、言い訳を始めるチンピラたち。いやいや、ぶつかられたから謝ってほしいって言ったら、俺たちのせいにされたから、ちょっとイライラして殴ろうとしちゃっただけで。てか、結局殴ってない。殴られたの、俺たちの方だし。だから未遂だよ。必死にそういうチンピラたちだが、部下たちは信じていない様子だった。若頭が本当にぶつかったんですか？若頭、そんな当たり屋みたいなことをしないっすよね。俺のことを随分信頼してくれている様子の部下たちが、まっすぐ聞いてくる。まあ、そうだな。歩いてたら、そこのチンピラ二人がぶつかってきただけだから。別に俺からぶつかったんじゃねえよ。そしたらお金払えだの、土下座しろだの、いろいろ言われて拒否ったら、殴られそうになったから、やり返しただけだ。俺がそう言うと、部下たちはチンピラたちの方に歩み寄っていく。ヤクザ三人に近づかれて、さすがにビビっているチンピラ二人は、少し震えていた。そして、怖がっている子犬のように、体を縮こまらせていた。そんなチンピラ二人に、部下たちは容赦なく詰め寄る。うちの若頭に絡んでんじゃねえよ。2対1で負けてんのもダセーし、俺たちヤクザ呼んで行き合ってんのもダセーな。若頭のこと、二人で袋叩きにでもしたかった。若頭強いから残念だったな。代わりに俺たちが袋叩きにしてやるよ。されるのはお前たちだけどな。チンピラ二人にそう言って、俺の方を見る部下たち。俺に許可を取りたいらしい。そう理解した俺は、部下たちに向かってうなずいて、肯定を示す。俺がうなずくのを見て、絶望した表情をするチンピラ二人は、抵抗を始めた。待って、待ってくださいよ。結果俺たち何もしてないし、俺たち別に若頭さんのことを袋叩きにしたかったとかないですから。そう、誤解、もうおとなしく家帰るんで。そう言って、その場から逃げ出そうとするチンピラ二人。俺のことをとても慕ってくれている目の前の部下たちは逃がす気がないようで、チンピラ二人をすぐに捕まえる。そして、脅すような言葉をチンピラ二人に投げかける。今逃げ出して大丈夫？後が怖いぜ。そうそう、逃げない方が身のためだよ。絶対捕まるから。部下たちの言葉に、チンピラ二人は動きを止めて、おとなしくすることに決めたようだ。そして、そのまま組に連れて行かれたチンピラ二人は、宣言通り袋叩きにされた。俺一人にも勝てなかったチンピラ二人が抵抗できるはずもなく、二度と舐めた態度を取らないように痛めつけられたらしい。組で痛めつけられたチンピラたちは、虫の息で俺の方を向いて口を開く。あの、本当にすみませんでした。俺もすみませんでした。そう言って、情けない顔をするチンピラ二人に、俺は声をかける。もういい。お前ら二人とも佐々木組に入れ。その根性を叩き直してやる。
俺の言葉を聞いたチンピラ二人は不安そうな顔をして顔を見合わせるが、さすがにこの状況で拒否できないようで力なくうなずいた。佐々木組に入ったチンピラ二人は雑用をする要員となり、面倒くさい雑用を毎日押し付けられていた。俺はその様子を毎日見ていたが、腐らずに雑用をこなす二人を見直し始めていた。そのため俺はチンピラ二人に雑用以外の仕事を時々頼むようになった。俺に仕事を頼まれた二人は初めは戸惑っていたが、どこか嬉しそうだった。俺が雑用以外の仕事を頼み出したのを見て、組員のチンピラ二人への態度が変わった。組員もチンピラ二人を認め出したようで、他の組員たちと同じように接するようになっていった。チンピラ二人もそれが嬉しかったらしく、俺のおかげで組員と仲良くなれたと感謝された。若頭が認めてくれたから、他の組員とも仲良くなれそうです。絡んだ挙句失礼なことしたのに、ありがとうございます。まっすぐそう言われた俺は、笑ってしまった。ああ、まあこれからもっと大変になるだろうから、頑張れよ。出会い方は悪かったが、結果的に見込みのある組員が入ってくれてよかったと、今は思っている。今では組員からも、佐々木組の一員だと認められているようで、ヤクザとして佐々木組のために懸命に働いてくれている。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。私の名前は小野美希、19歳の専門学校生だ。親は離婚して母子家庭。母、兄、私の3人家族である。母は長距離トラック運転手で不在がち、兄の滝は20歳の大学生、自己紹介の時間が惜しい。親が危篤で焦っているのだ。現在は兄と病院に急いでいる。だが思わぬ妨害が立ちはだかった。電話で教えてもらった病院ってここかな。お兄ちゃんどうしよう、手遅れだったら。ミキ、そんな心配する暇あるなら急げ。最悪手遅れだったら葬儀とかの手配を考えないと。縁起でもないこと言わないで。最後に子供たちの顔が見たいってお父さんの願いだよ。ごめん、最後にお願いしてもらって申し訳ないけど、僕お父さんの顔割と記憶から消えてる。それ言わないで。私だってうっすらとしか覚えてない。両親が離婚した時私は3歳だよ。ミキが3歳なら僕は4歳だ。16年間疎遠だったから、そういえばいたなくらいの認識なんだ。私も存在を忘れてた。お母さんからの緊急連絡でいたかもしれないって思い出した。お父さん、マジでごめんって思うけど、父が危篤の焦りより父の顔を思い出せるかの心配が勝ってる。お父さん的にどうなんだろう。今はの気は自分の存在を忘れてる子供二人に見取られるのって。仕方ない。お父さん再婚してないから他に家族いない。危篤の知らせが元妻に来るんだぞ。あいにく連絡されたお母さんも仕事で無理だし、残るは私とお兄ちゃんしかいない状態だよ。運よく二人とも家にいたけど、これ僕らも不在で無理だったらどうするつもりだったんだ。冷静になると色々気になるけど、急ごう。ここを曲がってすぐが救急外来の入り口だよね。うん、どの受付に行けばいいのかわからないから。うわー、すみません、よそ見してて。兄が曲がり角で衝突してはダメなお手本とぶつかった。柄の悪い男性、絶対仇ではない。いってーな兄ちゃん、どこ見てんだ。飲んでたジュースが服にかかっただろうが。これすみません、妹と喋っていて。ミックスジュースは後で弁償します。今急いでるので。じゃあねえよ。なんで弁償する対象がジュース限定なんだ。
クリーニング代って流れだろ。え、そのシャツですか？クリーニングより新品買った方がいいです。量販店で売ってるから。ふざけるな。このカットソーは高かったんだよ。セレクトショップで10万、弁償しろや。は？嘘ですよね。これ大学の友達がバイトしてる量販店の品です。1000円くらいですよ。あの、兄が失礼しました。シャツに1000円、ジュースに150円、弁償するので通してください。僕もバイトしてるラーメン屋の替え玉無料券なら差し上げます。急いでいるので失礼します。現金を妹に払わせて激突した自分はバイト先の無料券って舐めてるだろ。せめて金出せや。バイトの給料日前で金欠です。このタイミングで父が既得になりやがってタクシー代に消えた。この野郎、親父が既得なのに本音がダダ漏れだな。最近はタクシー代もクレカで済むだろ。クレカ、限度額を超えてて使えないんです。働いてる母に金をくれって LINE したら断られた。はあ？お前、親父への言い草といい最悪だな。クレカ使えないから母親に無心かよ。ダメ兄貴。おっしゃっていることは正論です。私も今月だけで2万貸してます。お兄ちゃん、絶対お金返してよ。取り立てるな。バーバーンにも3万返せって言われてんだ。無心してる段階で不可能って察しろ。お母さんをババーって言うな。何に使ってるの？サラ金とかしてないよね。兄弟の縁切るよ。してねえよ。ちっ、バーバーも妹もうるせえな。こういう状態なんで10万は見逃してください。いろんな意味で見逃せねえ。兄貴、ダメの次元超えてクズだな。妹さん絶縁しとけ、今のうちに。は？待てよ、僕の大切な金づる、違う、妹に手を出すな。10万円はむしろ僕が欲しいです。兄貴ガチクズやんけ。なら妹は見逃すが、お前は10万払え。親父の既得に立ち会う資格ねえ。それで解決なら喜んで。父には兄は保身になったと伝えます。ご配慮ありがとうございます。ミキ、自分だけ逃げるな。何が兄は保身だよ。こういう時お互いに助け合うのが兄弟だろう。いや、お前が妹を助けてそうな様子がない。絶対借りた金返済しねえだろう、母ちゃんと妹に。黙れ。これは僕と妹とババアの問題です。ミックスジュースは引っ込んでろ、このチンピラ。お兄ちゃん、配慮してくれたのに失礼でしょ。すみません、こいつと兄弟で情けないです。兄弟でいてほしくない存在のサンプルだな、この兄貴。一応聞くけど、金は何に使ってる？パチ屋です。ゲーセンじゃ全然刺激がなくて、パチ代って格円状態になるとワクワクしません？大学生の分際で格変どころか人生終了するぞ、この路線だと。親と妹の金でパチンコかよ。おっしゃる通りです。もっと言ったれ。ろくなことに使ってないと予想してたけど最悪だよ。ヤクザに便乗した兄貴を罵るな。亡くなった親父もパチンコが原因で離婚したから遺伝だ。まだお父さんは亡くなってない。でもお母さんは離婚して正解。これが二人いたらマジ最悪。まあまあ妹さん、抑えて抑えて。母ちゃん離婚は多分大正解だ。息子とも縁切れって言いたい。母はトラック運転手として働いて育ててくれたのに、お兄ちゃんがダメすぎてがっかりです。母ちゃんシングルマザーで働いてんだな。妹さんは真っ当に生きろよ、兄貴を反面教師に。ありがとうございます、励ましていただいて。実は兄に貸してる金額が合計10万なんですよ。何？こいつ10万も妹に借りてんの？最低だな。10万全額パチンコに使ったんだろう。ミーキー、バラすなよ。10万は就職したら返済する。ババアに借りた20万を返してからだけど。人生舐めとんのか。お前が就職できる可能性は低い。就職したいんならパチンコやめろや、クズ。10万要求してきたヤクザが偉そうに。なんか
親父のとこよりパチ屋行きたくなってきた。待て、金もないのにパチ屋行く気かよ。なら10万出せ。俺じゃなく妹に返せよ、タコが。親父の臨終に立ち会う気が失せた。ミキ、悪いけどさ、お前だけで病院行って。親父によろしく。ここまで来て何言ってんの？お金ないのにパチンコ屋行っても意味ないじゃん。病院行こう。金はバイト先の店長に前借りする。ヤクザにぶつかったせいでテンション下がった。パチ屋行く。ちょっとお兄ちゃん、子供じゃないんだからふてくされないで。パチ屋行ったら絶縁だからね。じゃあ絶縁で。絶縁なら借りた金は返済しないでいいよな。借金10万円はチャラってことで。お兄ちゃん、マジで最低だよ。父親の既得を無視してパチンコなんて。10万円も返せ。落ち着け妹さん。10万はヤクザ。この奥田が回収してやる。お兄ちゃんから耳を揃えて。助かります、奥田さん。お兄ちゃんマジで最悪なので根性を叩き直してください。今すぐ。承知した。おいお兄ちゃん、病院に背を向けるな。パチンコには行かせねえぞ、このダメ人間が。パチンコ行く気の兄を奥田さんが制した。病院とは逆の道に立ちはだかり当選もしている。パチ屋に行くなら金出せ。この先に行きたいなら10万出せ。無理なら病院行けよ。これは他人が出さばるな。顔もろくに覚えてない親父の臨終よりパチ屋を選んだ。どけよ。許さねえ。カット層汚して弁償もしない。その上パチ屋、腐った性根叩き直してやる。父の臨終よりパチ屋を選んだ兄に奥田さん大激怒。殴り倒された兄を見て私はスカッとした。ざまあ見ろ。奥田さん本当にありがとうございます。胸がスカッとしました。ボコってくれて。どういたしまして。手加減して殴ったのにお兄ちゃん倒れた。これどうしよう、病院搬送か。いいですよ、道に転がしとけばいいですから。奥田さん、カット層のクリーニング代ですが。兄を放置して奥田さんの服の弁償の話をしていた。すると背後から低い男性の声がしたのだ。おい、病院前で傷害事件かよ。挙句に女性まで脅しやがって。お前も病院に行きたいか。男性は全身が入れ墨で奥田さんよりヤバそうだ。いろいろと誤解して激怒している。兄は自業自得だ。あの、これには訳が。父が危篤なのに兄が病院に行かないので、それで奥田さんが怒り。怖がるな、大丈夫。言わされてんだろ、この奥田ってやつに。親が危篤の女性に絡むとは最低だな。え、誰？誤解だ。話すと長くなるが、転がってる兄貴が原因で、ぶつかってきてカットそう。それ、セレクトショップで俺が狙ってた10万のカットソーじゃねえか。くそ、先に買われた。カットソー、マジで10万円だったんだ。そりゃ弁償って怒るよね。全部お兄ちゃんが悪い。倒れてる男性は兄貴か。君を守ろうとして殴られたんだな、卑怯なやつ。俺が仇を取ってやる。入れ墨の人、誤解だって。この倒れてるクズは親が危篤なのにパチンコに行こうとしたから。俺は赤沢だ。言い逃れはやめろ。警察に突き出してやる、傷害罪で。お嬢ちゃん、もう安心しろ。通報は待ってください。安心じゃないです。こうなったのは全部兄の不徳のいたすところで。怯えなくてもいいんだ。それよりお父さんが危ないなら病院に行け。兄貴は解放するから早く。そうなんですが、これには深いわけが。とにかく通報は待って、事情は後でご説明します。妹さん、ミキさん、お兄ちゃんの話は俺がするから親父さんのとこ急げ、拉致が開かない。重ね重ねすみません。絶対手遅れだと思うけど病院に向かいます。ありがとうございます。お辞儀すると兄を残して病院に走った。奥田さんの濡れ衣が晴れることを全力で祈りながら。
お兄ちゃんのせいで病院に遅れて、奥田さんに迷惑かけて、これでお父さん手遅れだったら。病院の受付で私は父の危篤を訴えた。倒れて搬送されたと言ったが、受付はポカンとしている。え？父は搬送されたけど軽傷だった？処置室で手当てされて帰宅した。そんな危篤だって。職員は確認したが間違いないという。入院もしていない。帰宅を危篤と母は聞き間違えたのだ。お母さん、肝心なとこ間違えてる。お父さんも大げさに騒いで、ある意味お兄ちゃん殴られゾーン。脱力して病院から去ろうとしたら、赤澤さんと奥田さんが兄を運んできた。話は済んだのか？ミキさん、お父さんは？お兄さんの話は殴られて当然だと納得した。起きないから連れてきた。倒れた時、頭の打ち所が悪かったか？外傷はないが、精密検査をした方がいいのかよ。お二人ともありがとうございます。起きないのは昨日オンラインゲームして寝不足だからです。聞けば聞くほどこのお兄ちゃんいろいろとダメすぎる。就職以前に大学の単位取れるのかよ。奥田さんから全部聞いた。俺が奥田さんの立場でも殴ったお兄ちゃんを。でお父さんは？容態は？まさか俺が絡んだせいで手遅れなんて事態に。カット層汚されて怒ったせいで。その件なんですが、誠に申し訳ございませんでした。父は元気で帰ったと受付の職員さんが。嘘。危篤だから兄弟で急いでいたんだろう。なんで危篤の人が元気に退院してんだ。おかしい。だよな。どういうこと？親父さん危篤じゃなかったのか？即日で退院してるって変だろう。母が帰宅を危篤って聞き間違えたみたいで、そのまま私と兄に連絡してきてこんなことに。奥田さんも赤澤さんもキョトンとしてた。のんきに熟睡していた兄が意識を取り戻している。あれ、ここって病院なんだ。当たり台で大フィーバーしてたのに夢かよ。ミキ、お父さん恋愛室へ。お兄さん黙ってろ。ガチであんたを恋愛室に送りたくなってくるから。お父さんは元気だって。入れ墨男、あんたこそ誰？カットソーヤクザの仲間ですか？ミキ、なんでヤクザ二人怒ってるの？お兄ちゃん、頭打っても全然変化なくてがっかりだよ。私も怒りたいの全力でこらえてるからね。は？なんで三人は切れそうなんだよ。僕、カットソーに殴られて気絶したんだけど、言いたかった。おい、カットソーって呼ぶな。俺、奥田。入れ墨の人は赤澤さん。お前が原因で通報されそうになった。普通に通報だろ。僕を殴ったの事実だし、お父さんの後を追って天国行く寸前だったんだぞ。あのさ、殴ったのは確かに俺が悪いけど、お前は絶対に天国行けない。行ってほしくない、絶対に。それとお父さんは無事だったって言ったよな。話聞いた限り君最低すぎ。ヤクザもドン引く。ミキ、僕、ヤクザ二人にボロクソに言われてるけど、カットソーと入れ墨男に。妹なら兄を弁護して。お兄ちゃん、まず謝ろうか。奥田さんと赤澤さんは心配して病院まで運んでくれたんだよ。なんか、いきさつがごちゃごちゃしてる。最初は僕とカットソーがぶつかって、カットソーが絡んできて。カットソーって言うな。これはマジで高いんだ。ヤクザ仲間に見せたくてウキウキしてたのに。はぁ、絶対どこにでも売ってそうな服に見える。ウキウキされてもヤクザ仲間はわかるかな。怒鳴って10万を要求したのは俺も大人げなかった。だが、もっと誠意ある対応をしてほしい。誠意も何も、僕は謝った。替え玉無料券まで渡した。でもあれこれ因縁つけて殴ってきたじゃん。初手から切れたのは悪いって認める。だが、カットソーをダメにされ、腹立つ気持ちわかるだろう。だってお父さんが危篤で焦ってたし、しょぼめのカットソーを弁償しろって10万要求されても。お前、最終的に親父を見捨てパチ屋に行こうとしてたろう。金はいいからとにかく謝ってくれ。奥田さん、
クリーニング代は母と相談して払います。常識と良識がない兄に代わって謝ります。妹のミキさんが謝る問題じゃない。家族がかばうと兄貴は安静しない。クズロードまっしぐらだ。10万のカットソーを買ってるヤクザにクズロードって言われた赤澤さん、ひどくないですか？ひどいのは君の態度。妹さんは謝って奥田さんは不問にするって言ったんだ。心苦しくないんか？心苦しくないですが、喉は渇きました。自販機で飲み物買ってくれます？僕一文なしなので。君レベルにクズで鋼のメンタルの持ち主はヤクザでも稀だ。俺の堀氏にクズっぷりが似てる。兄のずぶとさに折れた赤澤さんが飲み物を買ってくれた。彼は知り合いの見舞いに来たらしい。俺の組が世話になってる堀氏が入院した。風呂場で転んで意識不明のまま搬送されたそうだ。入れ墨の堀氏か。俺背中しか折ってない。赤澤さん気合い入れて掘ってるな。堀氏の腕も良さそうだ。腕は一流の堀氏なんだ。だがな、パチンカスで金にだらしないクズ、このお兄ちゃんみたいな。ミキ、お父さんって何の仕事してたっけ？酒とパチンコで夫婦喧嘩してた姿しか覚えてない。私も記憶が曖昧だよ。お母さんに聞かないとわからない。会社員ではなかった気がするけど。幼稚園から帰るとお父さんが泥酔して寝てたって記憶はあるんだ。で、僕に酒買ってこいって。幼稚園児に酒買ってこい？ヤクザでもそんなクズはいねえよ。クズが見事息子に遺伝してる。そういや堀氏も掘ってもらう時間に泥酔しててドン引きしたな。悪い人じゃねえがダメ人間だ。母に今父は大丈夫って LINE しました。父の仕事を質問したら堀氏みたいです。偶然ですね。へえ、堀氏ってクズが多いのかな。僕もお母さんに LINE で金の無心したら既読スルーされた。懲りずに LINE で無心してる神経がもはやあっぱれだな。お前、親父さんと同じ方向性だぞ。そういえば、二人の名字は？滝くんの喋り方とか顔立ちが例の靴の堀氏にそっくりだよ。名字は小野です。母方の名字ですよ。両親の離婚前は神崎らしいです。なので、父方は神崎ですね。そう、神崎。お父さんって家族をボコることはなかった。お母さんが殴ってたのは覚えてる。性格的に悪くはないが、父は残念な人だ。兄と同じと思っていたら、赤澤さんはぽつりとつぶやいた。神崎さんか。俺の堀氏のおっさんと同じだ。ってことは、組のやつが騒いでたのってデマか？え？堀氏のクズと、俺が殴ったクズ兄の親父って同一人物？組の連中は何て言ったんだ？堀氏の神崎が風呂場で倒れて意識不明。不摂生で余命は長くねえって。だから見舞いに来たんだ。嘘！父もお風呂で倒れて搬送されたって。つけを取り立てに来た酒屋さんが発見したそうで。発見のされ方がクズ。酒屋さん風呂場まで来たのか。お父さんどんだけつけためたんだ。お兄ちゃんが笑うな。酒屋さんは鍵が開いてて水の音がしたから不審に思ったみたいだよ。堀氏も取り立てに来た人に発見されてる。神崎さんって子供いたのか。独身だと思ってた。共通点から見て確実に同一人物だな。酒屋が金の催促に来るってブレないクズっぷりだ。赤澤さんが受付に確認するとやはり父と同一人物だった。父と兄が親子で大迷惑かけている。余命いくばくないし、天涯孤独らしいから最悪の場合、うちでトブラを追って組長が話してたんだ。ご迷惑をおかけして申し訳ありません。組長さんにまでご心配かけて。父は元気らしいので。赤澤さんの組って優しい。全身入れ墨してるのに、お父さん人気あるんだ。ヤクザ組織の人に。お兄ちゃんよ、頭の中に謝罪ってもんじゃないのか？全部妹さんが謝ってる。兄としてダメだ。ミキが謝ってるからいいじゃないですか。兄だから誠実に言って無理です。兄弟でも年子です。こいつ、親父さんは立派な堀氏だからヤクザも一目置いてんだよ。
靴でもそこが違うからな。まあ神崎さんはホリスとしては立派だ。光熱費と社会保険料を滞納して常に督促されてるけど、このままだと息子も確実に同じ路線をたどるぞ。二十歳で家族に約30万の借金してる逸材。滝くんはパチンカスで金にだらしなく、手に職もない。親父をもしのぐクズの片鱗が見えてる。サラ金に手を出して家族に迷惑かける世界線が見えてる。カット層の件もあるし放置できねえ。このまま野放しにはできないよな。お母さんとミキさんが被害受ける未来しか浮かばない。赤沢さんと奥田さんはこそこそ話していた。そして帰ろうとする兄を止めて告げたのである。滝くん、ヤクザでも君は感化できない。素晴らしい提案をしよう。その性根を入れ替えないか。赤沢さんと相談した。カット層は手打ちにする。でも母親と妹に全額返せ。あとパチンコやめろ。え？ヤクザ二人に性根を入れ替えろって言われても、借金は家族の問題だし、ミーキー、兄を助けて。助けない。今日でもう我慢限界。赤沢さん、お兄ちゃんの性根を入れ替える方法あるんですか？滝くんって二十歳だろ。大学を休学させて働かせる。幸い俺と奥田さんの組は敵対してない。将来こいつがサラ金する世界線を変えるチャンスなんだ。半年ぐらい俺らに任せてみない？待って、嫌だよ。なんで偶然出会ったヤクザに半年拘束されるの？ミキ、お兄ちゃん大ピンチ。お兄ちゃん、お母さんに LINE した。赤沢さん、奥田さん、母が煮るなり焼くなりぜひよろしくと。マジかよ。息子がヤクザ二人に拉致られる寸前だぞ。何がぜひよろしくだ、トラックババア。滝くん、働いてる母親にババアってこれ以上言ってみろ。船に乗せるからな、半年間ずっと。それかうちがやってる山奥の仕事場に放り込むぞ。海と山、その二択ならどっちがいい？夏休みの家族旅行みたいなノリで決めないでください。海も山も嫌だ、平地のパチ屋がいい。お兄ちゃん、この後に及んでパチ屋を要求するな。海と山のコンボにしてもらうよ、半年間。ご希望に沿って半年間海と山のコースにするか、きっちり3ヶ月ずつ。どうかな奥田さんよ。いいんじゃね。これ徹底的に締めないとダメなタイプだ。最初山にするか、人手不足だから。海は船のタイミングがあるからな。じゃあ滝くん、最初山で頑張ろうな。3ヶ月後海でよろしく。お二人ともご迷惑かけた上にこんな親身になっていただいて。お兄ちゃん頑張ってね。なんで病院から山に直行かよ。大学あるのに山にゲーム機持ってっちゃダメ、奥田さん。ダメ、 Wi-Fi ないから。無駄無駄。あとお前にゲームを楽しむ余裕はない。今車呼んだから。手回し。寝るとこって個室？相部屋は嫌だ。トイレは綺麗？自販機に酒タバコある？贅沢言うな。お前どれだけ世の中を舐めてるんだ。そんな快適な施設のはずねえだろ、タコが。お兄ちゃん、この際パチンコ、酒、タバコ全部やめて。奥田さん、兄がお世話になりますがよろしく。大船に乗った気持ちでいてくれ。半年間赤沢さんと責任持つから、30万は返済させるよ。山に連れてくのに何が大船だよ。あ、カット層の仲間が入ってきた。ミキ、後で僕の私物を送って。手際よく兄は奥田さんの仲間に連行された。奥田さんも言い出しっぺなので付き合うらしい。半年間で兄が心を入れ替えるとは思えませんが、赤沢さん、父と兄が大迷惑かけてすみません。これも縁だしね。あのお兄ちゃんは一度痛い目見た方がいい、親父さんよりダメになる前に。父が危篤って誤報がなければ兄が更生するチャンスもなかったです。これも運命ですかね。そうだな、ミキさん。お兄さんは無事に返すから安心してくれ。せめてパチ屋だけはやめさせる。こうして兄は休学して強制労働している。生きてはいる。母はクズを治す絶好の機会と言った。
お母さんはすぐ仕事だし、家に一人って寂しいな。靴でもお兄ちゃんがいないと違和感ある。専門学校に通いながら私は生活していた。兄の様子は奥田さんと赤澤さんが連絡してくれる。約束の3ヶ月だから赤澤さんに引き渡した。山で暇さえあればサボるから現場監督切れてた。そこでもサボろうとする兄のブレない感じはさすがです。脱走とか問題行動してませんか？お兄ちゃん、脱走とか体力がいることはしない。二十歳だから全力で逃げるかと思ったけどな。兄は基本怠け者なので全力で何かをしません。多分パチンコくらいです。兄が全力投球するの。一番全力出したダメなものに情熱注ぎ込んでる。二十歳で何やらかしたって全員呆れてた。残り3ヶ月海で大丈夫かな？海難事故とかに遭わないといいですけど、兄は泳げないので。海だから保証はできないけど、最悪事故に巻き込まれたら保険金は入るよ。お母さんの名義で。お母さん後悔してました。忙しくて兄の教育を十分できなかったって。母の責任ではないです。こればっかりはね。お母さんにあまり気に病まない方がいいって伝えて。教育以前の問題だ。船に乗った兄は元気だし、赤澤さんが教えてくれる。彼は兄の精神のたくましさに感動していた。あの環境でものんきだし、ずぶとさが周囲と違うって船のやつが言ってた。親父さん譲りかな。父は光熱費未納で電気止められても平気な人だったそうで、母は離婚して悔いなしと。お兄ちゃんのずぶとさ、マイペースをいい方向に生かせば才能開花しそうだ。なんか趣味ないの？兄は飽きっぽくて努力しない人なので、飽きないのパチンコぐらいです。根気がない。じゃあ職人も不向きだな。親父さんは彫り師としては大成してるが。そういや親父さんだけどさ。父がどうかしました？また迷惑をおかけしているんですか？お金滞納とか仕事サボるとか。それじゃないけど、親父さんにお子さんたちに会ったって話した。そしたら信じられんことが。何ですか？父は息子と娘に何か伝えたいことでも、母に謝るとか、そんなことですか？そういう泣ける感じじゃない。親父さん、真顔で俺、息子いたっけって。滝くんの記憶が消えてる。お父さん長男を忘れてる？まあお兄ちゃんもほぼ忘れてたけど、さすがは親子ですね。娘がいたのは覚えてた。もう嫁に行く年頃だって言ってた。酒買いに行かせてダメ親父だって。私は言ってないです。お兄ちゃんと記憶が混ざってる。掘り師でも記憶は掘り込んでないんだ。いい加減な親父さんだよね。普通は離れても子供を忘れないと思うが、大人なんだから。幼い子が忘れるはあっても逆はないですよね。そこまで突き抜けていい加減だと面白いです。それもそうだな。親父さんもお兄ちゃんも似たような性格なのに憎めない不思議な人間だよ。確かに私も母もお兄ちゃんには呆れますが、嫌いになったことって一度もないんですよね。そして約束の半年間が過ぎた頃、兄が解放された。家に帰ってきた兄はお土産を私にくれた。これ船の売店で売ってたキーホルダー。半年間マジできつかった。ずーっと山と海で働き続けて。お疲れ様。半年間お兄ちゃんが逃げずに働けてよかった。貸したお金も全額返ってきたし。大変だった。山では掃除したり草刈りしたり重労働もあって、船は常に波で揺れてるし。真面目に働いてたんだね。でも船って売店があったんだ。具体的にどういう仕事をしてたの？奥田さんと赤澤さんに聞いてないのか？山ではリゾートホテルの雑用、海はクルーズ船の下働き。そうなんだ。思ったよりちゃんとした場所で働かされてたね。クルーズ船は揺れないんじゃ？それは普通の船客のいるエリアは揺れないよ。僕は客船の物置でずっと寝起きしてたから。物置で、もはや寝室ではなく物置。お兄ちゃんよく3ヶ月も耐えられたね、きつい仕事に。だって山だとサボれば埋められるし、海だと船長が沈めようと監視してる。耐えるしかないよ。改めてお疲れ。
奥田さんと赤澤さんが言ってた。お兄ちゃんに困ったらいつでも連絡してって。絶対に連絡するなよ。しばらくはおとなしく大学復学して勉強する。パチンコは控えるから。兄は大学に復学して以前より熱心に勉強している。母も私も兄が真面目になり安心していた。本当に兄がお世話になりました。今のとこは真面目に生活してます。パチンコもしないし。そりゃよかった。俺も赤澤さんも働かせた甲斐があったよ。真面目路線でいてほしいな。半年間重労働させたがケロッとしてたのがすごいな。相当体力的にきつかったはずなのに。兄は山と海の幸食べ放題で食事が豪華だって喜んでました。それで働くことができたって言ってました。そんなに豪華な食事を用意したかな。必要最低限の食べ物しか与えてないと思ったけど。うちの客船も下働きの食事は基本食堂の余り物だ。海産物が食べ放題とかじゃないぞ。変ですね。お兄ちゃんは山では松茸食べ放題で海ではカニとキャビア食べ放題だったって。松茸？そんなことありえない。もしかして組長専門の松茸山に入ったのか、あの野郎。そんな貴重な山があったのかい。うちは下働きにカニとキャビアなんて高級品は与えない。兄は船の厨房で食べてたらしくて、シェフと仲良くなって食事の残り物をもらってたそうです。シェフに取り入ったのか。それなら余った食材は食べ放題だな。お兄ちゃんしたたかだな。組長の松茸山の収穫が少ないと思ったら乱獲されてたのか。まあ注意しなかった俺が悪い。兄は大学で勉強してますが、私はそろそろ就活です。専門学校生なので経済的に自立しないと。大変だな。仕事が見つかっても兄貴に金を貸すな。ところでミキさん、専門で何を学んでんだ？デザインです。高校もデザイン科だったのでアパレル業界に勤められたらって希望してます。デザインか。そういうセンスは親父さんに似たのかもな。親父さんのセンスだけはいいし。俺服とか選ぶの好きだからさ、アパレルメーカーに知り合いがいるよ。紹介するから言ってね。ありがとうございます。本当にお二人には親切にしていただいて、ご恩は必ずお返しします。私は念願のアパレルメーカーに就職した。奥田さんが好きなメーカーだったので新作紹介をしている。兄は勉強とバイトに励む生活だ。お金を貯めて旅をしたいらしい。ブレずに自由人な兄である。ご覧いただきありがとうございました。あなたからのコメントお待ちしています。チャンネル登録と評価もよろしくお願いいたします。